ガマゴ市民会館は愛知県ガマ市にある文化普及支援施設である。施設の一部1973年11月3日に開館した鉄骨鉄筋コンクリート作りの施設、プロセニアム形式のホールと大小会議室がある。駐車場はガマゴ市博物館と共用で355台、イベント開催時には周辺に点在する臨時駐車場も 利用可能となる。指定管理者制度により、P&P グループがマごー市民、会館運営共同体が管理運営を行っている。ガマゴ市の成人式は大ホールを使用するほか、各種イベントでホールや会議室が利用されている。ガマゴ市の周年記念行事では、CBC 天才クイズや NHK のドジマンの収録、同志出身のアーティスト、 滋賀聖子のコンサートなどが行われた。1982年9月19日に黒柳徹子の講演会が開催され、開館以来記録的な入場者となる。この当時は黒柳の自伝的エッセイ、窓際のトットちゃんが大ベストセラーになっていた。2006年度より指定管理者制度を導入したが、指定管理者が利用者より受け取った使用料の未納 公共料金や清掃業者などへの支払いが滞ったことを理由に指定後わずか7ヶ月で指定管理者を辞退した。利用者への影響を避けるため一旦蒲氷市直営に戻されたが現在は P&P グループ蒲氷市民会館運営共同体が指定管理者となっている。2015年6月13日には東京オートサロンのイメージがあるユニット A クラスの同年度メンバーだった竹田愛、森脇屋シャキ、坂本くるみ、菅原ジュリアがカフェモーガンを訪れミニライブを行っている。ありがとうございます。